どうも、大和です。というわけでですね、今回ですね、これしてたらアウト。別れるべき恋人の行動トップ5ということでですね、非常に余計なお世話になりますけど、もし皆さんの恋人、あるいはその候補が、こ,この行動をとってたら、ちょっと別れることを検討した方がいいですよと。なぜかっていうと、どうせ長く続かないし、人格に問題がある人間の可能性が高いのでと、あ、はあ、い、いうですね、そんな行動トップ5をやっていきたいと思います。それでは、別れるべき恋人の行動第5位。第5位は、つかなくていい嘘をつく。 です。もちろん大きい嘘とかね、どうしても隠さなくちゃいけないようなことで嘘をつくってことは、もちろんあると思うんですよ。あとは、あの、相手を、その、なんだろう、心配かけさせまいとして嘘をつく。例えば、本当はちょっと体調きついんだけど、あ大、大丈夫大丈夫なんとかなるからとか、そんなになんかしんどくはないよみたいなふうに、相手のことを幸せにするためにつく嘘ってありますよね。で、こういうのは別にいいんですよ。で、まあ、あの、いわゆるこうね、大きなことないし嘘をつくっていうのは、これみんなね、なね嘘をつくんじゃねえみたいなギャーギャー言うけど、人間なんて大体嘘をつきますんで。ベル研究所の研究によると、男はね、1日平均六回、 はい。え、女性は平均3回ぐらい嘘をつくというふうに言われているんですが、じゃあこの中でも、その大きいね、やばい嘘を除いた状態で、やばい嘘ってどんなものかっていうとですね、つかなくていい嘘なんですよ。本当につかなくてもいい、どうでもいいとろで嘘をついたりとか、な、な,なんでそれ嘘を言ったみたいな、そういう。 意味のわからない嘘ってありますよね。で、この嘘を、意味のわからない嘘をつく人って二つパターンがあって、一つがただ単に頭が悪い。はい。嘘をつくことってコストがかかるんですよ。要するに頭をすごい使わなくちゃいけないので、でそういう嘘ってなるべく減らした方が、まあ、当然だけれども、もうその、二人の関係だったり、仕事とか、他のですね、大事なことに回せる脳のリソースが避けるんですね。ところが、こういうふうにつかなくていい嘘をですね、日常的についちゃう人って、そういう自分の能力を無駄に避けてるんですよ。で、これに気づいてないんで、まあ、平たく言ったら馬鹿なわけなんですよね。はい。だから、まあ、ちょっとあんまり付き合ってもしょうがないかなと。はい。 というのがまずは、こう、1個目のタイプ。で、2つ目が、僕に日常的に嘘をつくやばいタイプの人ですね。サイコパスじゃないですけれども、まあ、すごい言い訳がましいというか、まあ、何でもかんでもこうね、ちょっと脚色したりとか、嘘をつく人っていると思うんですけど、まあ、こういう人とはですね、付き合っていくとどうなるかっていうと、結局、幻滅してくるんですよ。大きな嘘とか裏切りがなくても、だん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 細かいやりとか幻滅が溜まってて、関係が壊れるんで、まあ、だったらとっとと、別れちゃって、いい人と出会うための時間に使った方がいいので、えー、つかなくていい嘘をですね、つく人とは、まあ、付き合わなくていいんじゃないかなと。いうのが第5 でした続いて第4位。第4位はですね、話しかけてもスマホずっと触ってる。です。はい。え、これは、え、それちょっと当てはまるかも自分と思う方いると思うんですけど、実はこれね、あの、先行研究によるとですね、パートナーがね、スマホを触ってる時に話しかけるというのを10回やってみましたと。はい。で、10回中何回スマホを触る手を止めて話を聞いてくれたかってことを調べるって実験があるんですよ。で、それを調べた上で、そのカップルが、 例えば3年とか5年とか特定の期間内に、どれぐらいの確率で破局するのかってことを調べたんですよ。そしたらですね、なんとですね、10回中何回手を止めるかで、かなりカップルの破局が予言できたと。具体的に言うと、10回中9回以上手を止めるカップルっていうのはですね、関係が長続いたわけなんですよ。はい。ところが、 3回以下になるとですね、分かれる確率が激増するということがですね、その研究では言われてるわけなんですね。面白いですよね。だから皆さんが、最初の頃はすごい一生懸命話聞いてくれたのに、なんか最近話しかけてもずっとスマホ触ってるみたいな風になってきていたら、まあそれは10回中3回以下になるような状態になってたら、もうちょっとね、かなり心が離れてきてる可能性があるので、ぜひですね、あの、心理テストと思ってチェックしてみると面白いかもしれません。ちなみにスマホに注意が持ってかれるっていうのは、相手の注意力も低下するので、自分のことも分かってくれなくなっちゃうんですよ。スマホバーカ触ってる。 人っていうのは基本的に相手の話も聞いてないし、相手に注意が向いてないので、要するにコミュニケーションがうまく取れなくなっていくるんですね。なので結局別れる可能性が高くなるので、話しかけてもスマホ触ってるって場合は、まあ、ちょっとね。 うん多分どうせわかるんじゃないかという話でした。はい。えー、ではというわけで続いて第3位。えー、第3位はですね、脆弱ナルシスト的行動です。はい。これね本当に1位にしてもいいぐらいなんですけど、ナルシストっていうのは2パターンいまして、いつも言ってる通り、存在ナルシストっていうのと脆弱ナルシストってあるんですよ。でも、存在ナルシストっていうのは、自分はすごいんだっていうことを示すために超頑張るんです。 だから、あの、ちょっとナルシストっぽい人なんだけど、一緒に暮らしたりとか付き合ったりはすると、でも普段からめちゃくちゃ頑張ってるよね、仕事してるよね、まあ、勉強してるよねってことが分かったら、それ努力してるタイプのナルシストなわけなんですよ。で、この存在ナルシストっていうのは、キャラ的に嫌だって人もいるかもしれないですけど、存在ナルシストは結構成功したりとかもするので、メリットもあるので、これはいいんですよ。 ところが、脆弱ナルシストはやばいです。みんなの前で偉そうにいろいろ言っていて、なんか俺はすごいんだってことを言ってるのに、なんか家ではゴロゴロしてるだけとか、別に勉強するわけでも仕事するわけでもなく、でもいね、なんか一丁前になんか自分はすごい人をつながりがあるとか、夢だけ語っちゃう人っているじゃないですか。で、これで付き合うとわかりますよね。外で見てるとちょっとすごい人なのかなと思うんだけど、相手の懐に入ってみたら、なんか中身何もないみたいな。で、この脆弱ナルシスト的な行動はですね、いつかですね、あの、パートナーに対して牙を向くわけなんですよ。自分をすごいっていうふうに言わせるために、努力をしないで、 で、努力をするのはめんどくさいんだけど、自分をすごいって言わせたいから、周りにですね、自分を無理やり尊敬させようとするんですよ。そのためになんかこう、いろいろね、ずるいことをするんですけど、身近な人に対してはどうなるかっていうと、尊敬させようとするんだけど、身近でさ、尊敬できないような行動を取ってる人を尊敬するのは無理じゃないですか。そうすると、まあ、DV とか変な話ね、そういう方向に転がってっちゃったりとかするので、表向きで言ってることに対して、裏の努力が見合ってないって場合は、俺にちょっとまあ成功もしないし、最終的に自分が被害を被る可能性もあるんで、お勧めしませんよと。はい。いうことで第、第 が脆弱な質的行動でしたでは、続いて第2位。第2位が、恋人のスマホを見たがる。です。はい。うこれはまあ、見たがるっていう風にしたのは、あの、まあ、見たいと思うだけでもあんま良くないし、実際見ちゃったら相当アウトなんですよ。どういうことかっていうとね、これ面白い研究があって、いやいや人によってこういう人もいるんですよ。恋人のスマホを見られても別に俺は大丈夫ですよ、と。うん、なんかやましいことなんもないし、全然見てっていう人とか、私大丈夫です、見てくださいって人いると思うんですけど、これね、 どっちにしたアウトなんですよ。もし皆さんのパートナーが皆さんのスマホを見たとしましょう。で、もし何かの証拠を見つけたら、ね、なんか浮気してるのね、うんぬんかんぬんみたいになって、それは終わりますよね。で、じゃあ逆に何もなかったらどうなるかっていうと、二パターンで、どっかに隠してるんじゃないか、スマホがもう一台あるんじゃないかっていうふうに考えて、全部消してるんじゃないかとか考えて、どうせ疑いは晴れないわけですよ。で、さらに、もし見て、 何にも本当にありませんでしたってなったら、今度は自分に罪悪感を感じるわけなんですね。で、この罪悪感のストレスが、結局二人を破局にですね、あの、持ってってしまうわけなんですよ。つまり、恋人のスマホを見たいと思ったりとか、見たら、もうアウトなんです。そうなっただけで。 そう不信感が募るか罪悪感が募るかどっちかなんで。はい。で、これで関係が終わっちゃうんで、恋人のスマホを見たがる人っていうのは基本的には長い恋愛には向かないんですよね。自分のメンタルを安定させて、まあ、別にね、自分の恋人がね、他でね、なんか誰かと遊んでたところで、別に自分は気にしないよって自分はだって一番のはずだからっていう風に、そういう関係になってるからっていう風な、そういう自信を持ってるうにすることが大事であって、 相手に誠実さを求めたら意味ないんですよ。なんでかっていうと疑いというのは相手の行動に宿るもんじゃなくて自分の心に宿るもんなんで、そう、自分が、メンタルの状態が悪いのが、 現れるのがこの恋人のスマホを見るという行動なんで、恋人のスマホを見たがっちゃうようなパートナー、あるいは自分がこの人というと相手のスマホを見たくなるみたいな風になる人とはあんま続かないかもねということがま研究としては言えるわけなんですね。というわけで第2位が恋人のスマホを見たがるでした。では堂々の第1位。第1位はですね、これね、僕が一番気をつけてるし、僕が誰かと付き合いたいなとかな、長い関係にね、痛い,いなとか、まあ、ワンナイトとか別ですよ。もう長い関係にいたいなっていう風に思うような人には絶対見てるポイントがありまして、1位は何かっていうと、 感謝の提言が起きるかどうかです。まあ、これちょっと今難しい言い方しましたけど、簡単に言うとね、例えば、付き合い始めた頃とか、1年目とか2年目とか、わかんないですよ。長い関係とかだったら、の時には、すごいこれで喜んでくれた、ね、あの、感謝があったっていう行動が減っていくんですよ、人間って。で の減っていくのをどれぐらい止めることができる能力があるかどうかってことをチェックするのが大事ですね。だからつまり、出会った頃は、じゃあ例えばこういうことして、こういうことしてくれたことに感謝してたんだけれども、最近なんか慣れてきちゃって感謝しなくなったな楽しくなくなったなっていうふうに思えるような相手はダメなわけなんですよ。 そう。あるいは思ってしまえとダメなんですよ。感謝がなくなる関係っていうのは、もちろん慣れると感謝がなくなるんですが、感謝って実はですね、恋愛関係だけじゃなくて、人間関係でも仕事関係でも、すべての人間関係を繋ぎ止めるのに、最も強力なテクニックの一つが、実は感謝なんですね。だから、まあ、細かい感謝ができるポイントを探していくとか、二人の関係がありがたいなって、ずっとこのね、二人の関係が続くんだなっていうふうに、盲目的に信じるんじゃなくて、その感謝をすることにてなぎ止めるっていう努力が必要なんですよね。だから、この感謝をするという、ある意味努力が、ない人っていうのは、 関係は長く続かないわけなんですよね。誰と付き合っても長く続きません、これは。はい。なんで、その感謝する能力が低い人っていうのは、基本的にはパートナーとしては向かないので、まあ、分かるべき、別れるべき人もですね、候補第一位になるのではないかなということで、第一位は感謝の提言としてみました。はい。というわけでいかがだったでしょうか。まあ、結構自分にも当てはまるなって場合もあるだろうし、自分のパートナーが当てはまるなって場合もあるので、そういう場合ちゃんと相談するとかね、自分を見直すことによってですね、ぜひいい関係を作っていただければなというふうに思います。